こんにちは、エンジャーです。今回のテーマはオシロスコープの基本仕様です。オシロスコープは電圧や電流の時間変化を計測するための計測器で、さまざまな用途に使用されています。今回はそんなオシロスコープを実際に使用する上で重要となるオシロスコープの基本仕様、周波数帯域、サンプリングレート、レコード調、垂直分解能について解説します。これらの基本仕様は正しい波形を測定するために非常に重要となります。普段オシロスコープを使っているけど中身のことはよく分かっていないという方や、これからオシロスコープを購入するけど選び方がわからないという方に役立つ内容となっているので、ぜひ最後までご覧ください。では参りましょう。まずはオシロスコープの基本的な機能について簡単におさらいしておきましょう。オシロスコープは電気信号を横軸を時間、縦軸を電圧で表示することができる装置です。時間経過とともに変化する信号を測定するときに使用されます。測定対象の信号としては最も一般的な電圧以外にも、先端に取り付けるプローブを取り替えることで電流や電磁波、さらには音なども測定することができます。また多チャンネルのオシロスコープの場合、測定した波形同士を足したり引いたりして演算処理することもできます。この機能を使用することによって、例えば電圧と電流をかけて電力の時間変化を測定するといったこともできます。このようにさまざまな機能を持つオシロスコープですが、測定対象の信号に対して必要な仕様を満たしていないと正しい波形を測定することはできません。そこでここからは正しい測定をするために知っておくべきオシロスコープの基本仕様について一緒に見ていきましょう。まず一つ目は周波数帯域です。周波数帯域はオシロスコープがどの程度高い周波数まで測定できるかを表す仕様です。よくフロントパネルの上部に〇〇MHz だとか〇GHz というように印字されているものです。この周波数帯域は例えば 100MHz となっている場合には 100MHz の信号を測定できるというわけではありません。その理由は、周波数帯域は電圧の感度がマイナス3dB減衰する周波数を表したものだからです。フィルター解度でいうところのカットオフ周波数に相当するものですね。そのため測定する場合は周波数帯域として規定されている周波数よりも低い周波数の信号しか正しい波形を測定することができません。ではどの程度の周波数まで正しい波形を測定できるかということですが、これは波形の種類によって異なります。例えば制限波の場合、周波数帯域の3分の1程度の周波数であれば 3% 以内の誤差で測定することができますが、周波数帯域の2分の1程度となれば 10% 程度の誤差となります。一方で区形波の場合は、周波数帯域の2分の1や3分の1の周波数でも正しい波形は測定できません。区形波はよく知られているように基本波の周波数に対して高次の高調波成分を持ちます。そのため区形波を正しく測定するためには、この高次の高調波も正しく測定する必要があります。区形波で必要となる周波数帯域としては 0.35 を区形波の立ち上がり時間で割った値がおおよその目安と言われることが多いです。ただし実際は立ち上がり時間が分かっていないことも多いため、この計算式にのっとって周波数帯域を選ぶのは難しいことの方が多いです。個人的な感覚としては、測定対象の区形波の周波数に対して
10倍以上の周波数帯域を持つオシロスコープを選んでおけば、そこそこの精度で測定できるかなという感じがします。正確な測定にはより広い周波数帯域が必要となるでしょうが、そこまで精度を必要としないという場合には参考にしてみてください。続いてはサンプリングレートです。サンプリングレートは単位時間あたりの測定回数を表すもので、単位は SPS で表されます。ちなみに SPS はサンプルパーセカンドの略です。サンプリングレートは簡単に言えば時間分解能の逆数です。例えば1ナノセック間隔で測定したい場合には、1ナノセックの逆数をとって1ギガ SPS のサンプリングレートが必要となります。つまりサンプリングレートが高いほど高速の信号を測定することができます。サンプリングレートを決定するときも、周波数帯域のときと同じくどの程度の周波数まで測定する必要があるかが重要となります。サンプリングレートのおおよその目安としては周波数帯域の4倍程度と言われますが、注意すべき点としては使用するチャンネル数によって1チャンネルあたりのサンプリングレートが変化するということです。フロントパネルに記載されているサンプリングレートは1チャンネルで使用した場合のサンプリングレート、つまり最高スペックであることが多いです。例えば4チャンネルのオシロスコープで全てのチャンネルを使用している場合には、1チャンネルあたりのサンプリングレートは最高スペックの4分の1となります。ここで先ほどサンプリングレートの目安は周波数帯域の4倍程度とお伝えしましたが、この4倍という値は1チャンネルあたりのサンプリングレートのことです。つまり4チャンネル全てを使用したときにこの条件を満足しようと思うと、周波数帯域に対して16倍以上のサンプリングレートが必要ということになります。使用するオシロスコープによっては多チャンネル同時に測定するときにサンプリングレート不足となることもあるので注意してください。次はレコード帳です。レコード帳はオシロスコープが表示することが可能なデータのポイント数を表したものです。このレコード帳は通信のレコード解析するときやインターフェース信号のプロトコル解析をするときなど一定期間のデータを測定する必要があるときに重要となります。注意点としてはレコード帳が短すぎるともちろんダメなのですが、レコード帳を長くしすぎても後からデータを取り出す際に思った以上に大きなデータファイルとなり処理が重くなってしまうことが挙げられます。そのため用途に合わせてレコード帳を適切に設定することが大切です。またオシロスコープは長時間のログを取ることはできません。長時間の波形データを測定する場合にはオシロスコープではなくデータロガーを使用するようにしてください。では今回解説する最後の仕様、垂直分解能です。垂直分解能はオシロスコープの縦軸の分解能としてビット数で表されます。垂直分解能は例えば8ビットの場合2の8乗、つまり256段階で電圧を表示することができます。一般的なオシロスコープは8ビットのものが多いですが、高性能な機種では10ビットや12ビット、さらには16ビットと高分解能のものも用意されています。もちろんビット数が高いほど微小な信号を観測することができますが、その分だけ高価になります。おそらくほとんどの場合は8ビットで問題ありませんが、大きな信号の中に隠れている小さな信号を見つける場合など、広いダイナミックレンジが必要な場合には高分解能のオシロスコープを使用するようにしてください。ということで今回のまとめです。
今回はオシロスコープの基本仕様として周波数帯域、サンプリングレート、レコード調、垂直分解能について解説しました。周波数帯域は電圧レベルを正しく測定できる周波数範囲を表すもので、周波数帯域が広いほど高い周波数まで測定することができます。制限波を測定する場合は最低でも信号周波数の2倍以上、区形波を測定する場合には基本周波数に対して10倍以上の周波数帯域を持ったオシロスコープを使用することで正しい波形を測定することができます。サンプリングレートは時間分解能を表すもので、サンプリングレートが高いほど高速の信号を測定することができます。サンプリングレートのおおよその目安としては周波数帯域の4倍程度です。ただし測定に使用するチャンネル数によって1チャンネルあたりのサンプリングレートが変化します。そのため他チャンネル同時に測定するときにはサンプリングレート不足となることもあるので注意してください。レコード帳はオシロスコープが表示することが可能なデータのポイント数を表したものです。レコード帳が短すぎるのはもちろんダメですが、長くしすぎても不要なデータが増えて処理が重くなってしまうため、適切な値を設定するようにしてください。垂直分解能は縦軸の分解能を表すもので、ビット数として表されます。一般的な用途では8ビットあれば十分ですが、信号のダイナミックレンジが大きい場合には12ビットや16ビットなどの高分解能のオシロスコープを使用するようにしてください。その他にもオシロスコープには使用する上で注意すべきことがたくさんありますが、それについてはまた別の動画で解説したいと思います。オシロスコープメーカーのドキュメントには細かな使用の意味についてかなり詳しく解説されています。代表的なメーカーのドキュメントを概要欄に貼っていますので、より詳しく学びたいという方はチェックしてみてください。また実際にオシロスコープを使っていて、より実践的な活用方法を知りたいといった場合には、書籍になりますがデジタルオシロスコープ実践活用という書籍がおすすめです。今回解説できていない例えばグローピングのテクニックなども紹介されており、まさに実践で役立つ内容となっています。こちらも概要欄にリンクを貼っているので、興味のある方はチェックしてみてください。ということで今回は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。